ご覧いただきありがとうございます。本日は JR 奈良駅から徒歩すぐの場所にございます、こちらの物件の方に来ております。まずこちらがですね、洋室部分となっております。窓もね、しっかり大きく捉えておりますので、こちらのね、西側のお部屋になるんですけれども、こちらでも日中とても明るく過ごしていただけるようになっております。また収納の方はですね、こちらハンガーパイプもついておりまして、長いコートなんかもかけていただけるような大きな収納となっております。そして、フロアの方を出ていただきますとですね、こちらが玄関スペースになっております。こちらの方にはですね、収納がですね、こんな感じで奥行きがありまして、高さもね、変えていただけますので、靴だけではなくて外出用の荷物や傘なんかも収納していただけるようになっております。そしてこちらはですね、洗面スペースとなっております。まずこちらの大きな三面鏡付きの特別の洗面台ですね。もちろんシャンプーダレスターも付いております。また収納もですね、こういう引き出し付いてたりするので、お化粧なんかもこちらでしていただけますね。後ろにもね、ついてますので、脱衣したものですとかタオル、そして洗剤なんかも収納していただけますね。で、こちらが浴室となっております。こちらのね、パネルもとてもかっこいいですね。こうホテルみたいなね、かっこいい浴室となっておりますし、こちらのお風呂ですね、足を伸ばしてご入浴していただけるようになっております。で、上には浴室乾燥もついておりますので、花粉ですとか気になる方で、雨の日なんかをこちらで、お洋服乾かしていただけるようになっております。で、こちらがお手洗いですね。こんな感じでウォシュレットも完備されておりまして、とてもおしゃれな手洗いとなっております。こう玄関入ってきていただきますね。こちらのこう、このスペースですね、すごくかっこいいですね。何かこう飾っていただけたらすごくいい感じのスペースになりそうですね。で、こちらはですね、リビングスペースとなっております。なんとこういうね、ちょっと変わった半円形のこうリビングとなっております。こんな感じで、これね、かなり広々としておりますので、こう家具の配置どこにしようかなっていう感じで、こう困ってしまうぐらいのね、広さとなっております。その奥にはですね、コンセントがついてたりとか棚もありますので、まあ、テレビとかパソコンなんかもね、見ていただけますね。で、またこちらのキッチンもね、見ていただきたいんですけども、このおしゃれなこうパネルがかっこいいですね。タンクのガスコンロついておりますので、お料理も一気にしっかりと作っていただけます。またカウンターの方もですね、作業スペースがかなり広いので、こちらでこうご飯を、ね、食べていただけるぐらいの大きさのキッチンとなっております。また、もちろん収納の方もこんな感じでたっぷりと入れていただけるようになっております。こちらのリビングですね、窓もこんな形で、はい、しっかり開閉ができるものがついておりますので、今日もね、かっこいいですね。本当に分譲マンションのような仕上がりになっております。で、お部屋最後、リビングとこうつながっている洋室がこちらになっております。で、こちらにも収納スペースが、はい、この形でついておりますので、本当にね、お洋服入れる場所とてももう困らない収納力がありますね。で、バルコニーがこちらのお部屋、東向きとなっております。かなり出幅もございますので、お布団や洗濯物もお布団もしっかりと干していただくことができるようになっております。はい、こんな形で本当にね、豪華なそしておしゃれな暮らしがね、していただけそうなこちらの物件なんですけれども、まあ場所がいいということですね、とても、おすすめな物件となっておりますので、ぜひぜひお早めにチェックしてみてください。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心を積んだ山崎では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバーイ。